加藤厚生労働大臣は今朝の会見で企業が従業員を休業させた場合に支給する雇用調整助成金を拡充、手続きも簡略化すると発表しましまた。雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大について本日、省令の改正を行いました雇用調整助成金は休業または教育訓練をした場合これまで中小企業で3分の2。 大企業で2分の1が助成されていましたが、それぞれ5分の4と3分の2に引き上げます。また、手続きを簡略化することで、2ヶ月程度かかっていた申請から支給までの期間を、今後は1ヶ月程度に短縮するとしています。一方、大量の整理解雇の恐れのある事業者に対しては、適切に指導すると述べました。